にちは。セガハードを激萌えに攻略する女秘書、アリサです。今回は、メガドラ初期の人気ベルトスクロールアクションの家庭用オリジナルとなる続編、ゴールデンアックス2の時短攻略レシピを紹介します。本日の時短ポイントは、裏技によるステージセレクトですが、一般に出回っているコマンドは誤りがあり、それでやると入力ミスが多くなるので注意が必要です。また、実機でプレイする場合は、注意点がありますので気をつけてください。このゲームは、6ボタンパッドで、普通にゲームを起動すると、方向ボタンが全く効かなくなります。次のステップのためにも、なるべく6ボタンのパッドを使いたいので、ここでパッドの右上についているモードボタンの出番です。このボタンを押しながらゲームを起動することで、6ボタンを3ボタンとして認識させることができ、6ボタンパッドで不具合が出るゲームには有効なボタンです。覚えておきましょう。なお、ジェネシスミニの場合は、普通に起動してももちろん問題ありません。まずはデモが始まったら、A と B と C ボタンを押しながら、スタートボタンを押します。この後は、ステージセレクトの画面になるまで、A ボタンは押しっぱなしにしてください。タイトル画面になるので、オプションズにカーソルを合わせて、B と C ボタンを同時に押します。オプション画面になるので、ここで A ボタンを押したまま、ディフィカルティをイージーに、ナイフメーターを5段階にしておきます。設定が終わったら、エグジットにカーソルを合わせて、B と C ボタンを同時押ししてタイトル画面に戻ります。今度は、1P プレイにカーソルを合わせて、再び B と C ボタンを同時押しし、次にノーマルゲームを選択して、B と C ボタンを同時押し、最後にキャラクターを選択したら、やはり B と C ボタンを同時押しすると、ご覧のような画面に切り替わり、7にしてスタートボタンを押せば、いきなりラスボス戦となります。なお、一般的にルフされている裏技では、最後に、方向ボタンの上と BC ボタンの同時押しとされていますが、方向ボタンは必要ありません。この裏技が失敗しやすいとされる原因はこれにあります。ラスボスは闇の皇帝ダークナルドですが、キャラが変わっただけで、前作のデスアダーと似たようなものです。適当にボタンをガチャガチャしてるだけでも倒せそうですが、前々 B で出せるダッシュ攻撃や、B プラス C のスペシャルアタックあたりを多用すれば、より効率的に倒せるでしょう。異世界おじさんでも当てにくい技として有名になった。ハイジャンプからの下突きは、当てにくいだけでなく、簡単にカウンターを食らうので、多用すべきではないでしょう。やったぜ。というわけで、エンディングとなります。ジェネシスミニ2の方に収録されていて、もちろん、そちらでも問題なく活用できるので、お持ちの方はぜひチャレンジしてみてください。それではまた別のゲームでお会いいたしましょう。さようなら。